東方語学校は、かつて、京都法制学校内に設置された、私立語学学校。1900年に設立された、京都法制学校内に、夜間の2年生語学学校として設立された。校長は、京都法制学校学館で、京都帝国大学所代書機関を務めた、中川小十郎。幹事は、京都帝国大学書機関の清水正太郎が、就任した。 一学年は三学期制、日曜を除く週6日開校制で、授業は午後3時から5時まで行われた。週8時間の授業で、うち6時間を、語学、2時間を、近代史、知史、植民政策の講義に充てていた。設立当初は、清子語科、露語家、看護科の三学科制だったが、実際には、看護科は開校されなかったようである。 設立初年度の学生数は、清子語科が約50名、ロゴ科が約10名。設立翌年には、英語科の増設を申請し、認可を受け、実用英語の教授を行っていた。記録によれば、編入検定料2円、入学金1円、授業料、月額1円。私立東方語学校規則第一章相続第一条、ロゴ科教師の三井道郎は、 当時、京都ハリストス聖教会の主催だった。ハット君さん、加野直樹先生少年、著、高田時代東方語学校閉鎖後、測生ロゴ研究会を開訴して、ロゴや学会が京都市内に設けられたが、詳細はわかっていない。ありがとうございます。